わかりました。これです。 3B と 3C でしたっけ。はい、荷物はそれだけですよね。これだけです。はい、はい、 3B3C、 はい、すみません、2名です。で、京都で降りちゃうんで構いませんよね。あ、大丈夫ですよ。ただ料金一緒なんで、これお返ししますね。はい、はい、それでお席なんですけども、はい、ちょっと前後いるんで、はい、今日ガラガラなんで、はい、もしよければあのちょっと連れていただいて、8の A と、あ、7の A と9の A におかけください。そうすると前後かぶんないでゆったりされますんで、はい、7の A と9の A、 こちらの窓際の7番目と9番目ですね。トイレ側がいいんですけど、トイレ側だとちょっと他にいらっしゃるんで、いらっしゃる。あ、本当ですか。あの前後かぶっちゃうよ。大丈夫ですか。大丈夫です。あの、じゃあ7の7の A と9の A、 はい、わ、はい、かりました。はい、よいしょ。したら、1、2、あ、ここに書いてあるんで、はい、じゃあ俺、で、トイレ外ですね。うん、で、ここですね、7の A、で、俺9の A 入りますんで、はい、そしたら、どっちかで抜けれると思うんで、はい、うん、では、おやすみなさい。お願いします。6時ぐらいに起きてもらえれば。というわけです。携帯で、あれがあったっけか。そうそうそう、こっちがなんかみんな空いてるみたいですね。で、ここ電源、多分ここ空いてると思うんで、で、ここ電源かな、そんな感じですね。で、これスリッパ、これ酔い止め、これ説明書ね。で、ここは Wi-Fi フリーです。で、自由空間の割引、まあ、いろいろあります。はい。これで、次の停車駅は私たちが降りる京都でございます。はい。そういう具合でございます。はい。こんな感じかな。ってことは後ろにいないね。後ろはこんな感じで、高速バスに乗るときはワンポイントで一番後ろの席にしちゃうとあんまり倒れないっていうのがちょっと残念なところなんですけど、あとはうまく倒れますんで、はい、では楽しんでいってまいります。もうちょっとじゃあ撮ってましょうかね。